で起きる大きな出来事を取り上げて議論して少し自分が高尚な人種になれた気がして、夜が明けてまた小さな庶民、憧れには程遠くて手を伸ばしても届かなくて、カタログは付箋したまんまゴミ箱へと捨てるのがオチ、そして些細な生きがいは時にバカバカしく思う、笑い顔を